昔イノシシって呼ばれたことある始まりました、オキアの部屋です。今回のゲストは NST 新潟総合テレビ新人アナウンサーの山中真央さんにお越しいただきます。ローラさん、こんにちは。はい、こんにちはあなたはね、埼玉県秩父市からお越しになったんですね。はい、どんなところですか？そうですね、秩父市はこう、どこもかしこも観光地なので、うん、結構ドライブとかに最適ですね。あなたすごい上手ね下手だったじゃないですか、今今めっちゃ下手でしたよ。私の徹子さんが弱かったなはい、ではここからは山中アナウンサーと一緒にフリップを使って山中アナウンサーと私、なぜアナウンサーを目指したのかという質問です。はい、はい、それではいきます。はい、せーの、デデン。お、影響力の大きな仕事がしたかった。はい、どういうこと？そうですね、こう初めは大学生になって就活するってなった時に、こう華やかな仕事がどうしてもしたかったんですよね。でもいろいろあるよね、話そうですね、いろいろあるんですけど、その中でもやっぱりテレビがもともと好きだったっていうのもあって、テレビのお仕事いいなって思っていたことと、あとはすごく人と話すことがすごく好きなので、そういったこととか、その地域をやっぱ盛り上げたりとか、そういったことで自分の言葉とかで貢献できたらなと思って目指していました。これから頑張って頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。合格です。ありがとうございますちなみにオキアさんは昔からすごいスポーツ観戦が好きだったのね。で、ちっちゃい頃からバレーボールとか見に行ったりしてて、小学5年生6年生くらいの時にワールドカップバレーの中継を見て、私もなんかこういう会場の雰囲気とかを伝える人になりたいって思ったのがきっかけだったかな。今はもう夢を叶え、それこそ春高バレーの会場で、東京 の、 本会場でリポートした時はなんかもう結構緊張って頭真っ白になっちゃった、なりますよね。そうそうそう、ことがあるからお互い夢を叶えられてよかったね。そうですね、本当だね楽しいね、この企画。そうですね伝わってこないくらいロテンションが低いけど、どうですか？いやでも楽しいです、オキアさんの。じゃあ行きます、元気に張り切っていきましょうね。はい、はい、第2問、ででん、はい、生まれ故郷じゃない新潟に就職するのは正直迷ったということです。はい、せーの、ドン。じゃじゃん。あ、分かれた。はい、迷った。迷いましたね、正直に。正直もうド直球で、ド直球でも迷いましたどういうところで迷ったの？まず東京の企業も一応内定をいただいていたので、東京で暮らすか新潟で暮らすかってなった時に、やっぱり自分のずっと住んでいたところが埼玉関東だったので、初めてこっちの方に来るのはすごくちょっと戸惑いがありました。一人暮らしも初めてだし、そっか、そうだね、いろいろと初めてがたくさんの環境なので、すごくやっぱりそこで迷いましたね。どのくらい迷ってたの、期間的には？でも少しです少し迷って少しなんでよし行こうって決めたの？やっぱりアナウンサーの試験がせっかく受かったので、ちょっと不安だけど、頑張ってみようと思ってこっちに来ました。今はそのいいのかな、これ聞いて、今は正直その選択は良かったって思うそうですね良かったなって。本当？はい、本当に思ってる？本当ですよ本当に思ってますからね、これ私はなんか どうなるか分からないみたいな人生がすごい、なんかジェットコースターみたいな多分性格なのか、どうにでもなれって思っちゃった。あ、なるほど、お嫌さんらしいですね。なんか生きていけるし、多分ご飯食べてれば死なないやって思うこの次の質問結構ねハードだなこれいいのかな？いきますよ、はい、新潟より私の地元ここが優れている。ちょっとね、新潟の皆さんにせーの、じゃじゃん。
どういうこと？うちの地元はすごくお祭りが有名で、うん、結構花火大会とか新潟でも有名なところたくさんあるじゃないですか、うんうんうん、私の地元の有名なお祭りって冬に開催されるんですよ。何祭り？秩父夜祭りってやつなんですけど、12月3日に行われるんですけど、うん、その日は小中学校全部お休みになるんですよ。え、すごくないですかこれ？それいい。そうなんですよ、うん、なのでどこの学校もお休みになるぐらい秩父はもうそのお祭りに全てをかけてる。私はね、なんかのりなんかわかんないんですけど、富山の人ってイエイみたいな、なんかなんだろうな、すごい街がねこうあんまりコンパクトシティだからさ、結構のりが似てるなって思う方が、それこそ結構あの私スポーツ取材とかに行くんですけど、富山出身の人ってなんかなんとなくフィーリングで分かったりするんだよね。なんかフランクじゃないけど、まあ、新潟の方ももちろんねすごくフランクで温かいんですけど、あのおしとやかな感じがあるというか、そのしっかりこうなんて言うんだろうな、適切な距離感があるんだけど、富山の人は結構踏み越えていくところがあって正直私今こういうことに悩んでます。せーの、じゃじゃん、じゃじゃん、食とは何、どういうこと？やっぱりこう新潟って食がすごく素敵なところだと思うんですけど、うん、私すっごく面倒くさがり屋で、うん、料理とかも全然しないんですよ、うん、忙しいしね、そうなんですよ、このね、で朝とかも忙しくて、うんうん、もうパン1枚で来るとか、うんうん、あともうキャベツ切ってくるとか、あもうなんか自分ウサギかなみたいなあの美味しいものがたくさんあるので食べたいなとは思いながらも、めんどくさがり屋でやっぱりあんまり家から出ないとか家にこもって、うんうん、でも時間も気づけば過ぎていて、うん、お客さんは？私はね、もうこれせっかちすぎる、エレベーターとかね、あよくテレビでせっかちさんが集まってきましたみたいな特集やってると思うんですけど、私エレベーターとかもう乗った瞬間に閉まるを連打しちゃったり、あともう回数とかを乗りながら押したり、結構せっかちあとよく物にぶつかるの、あのなるべく無駄のないように歩きたいのね。こうさ、こう行くよりさ、こう行った方が早いじゃない。そういったことで物にぶつかってるんですね。そう、すっごいねぶつかるでしょ私。おきゃさん、よくぶつかられてますよね。そう、それで昔イノシシって呼ばれたことさすが、ちょっとともしいって感じで。そうなの、なんかさ、こうなんかなるべく効率よく行きたいみたいな感じで、はい、今日はねいろいろ新潟に来てまだね、はい、4ヶ月くらいか、はい、4ヶ月くらいですね。でこれからきっといろんなね番組でいろんな経験を積んで、はい、アナウンサーとしても、はい、新潟のね新潟の人としても成長していってくれることを、はいはい、ね、